ルトークの中国の新薬品を初めて聞いたのは高校2年生の時だったんですけれども、このようなものとは思えないようなパワー、これはとんでもない音楽に出会ってしまったなって思いました。ペーテルさんのところにお邪魔したのは、ちょうどペーテルさんの89歳の誕生日の日でした。久しぶりにお目にかかってご挨拶もそこそこにこの本をお見せしました。大変喜んでくださって、1ページ1ページめくって、この写真はあの時の写真だねとか、またいつもの昔話をたくさんしてくださいました。初めて出会った頃からのメールを全て合わせると200通は超えてるんじゃないかなというふうに思います。一度に10個から20個の質問を送ったような時もあります。私の質問の文章が1行だとしても、ずっとそれより多い答えを返してくださいました。お目にかかった時は感動的でした。私の父はこうだった、こだわりはこんな風にしてくれたという話を目の前で私のためにしてくれるんですね。信じられない思いでした。私がいろいろ質問するのをペーテルさんは喜んでるようでした。昔話をするように、こんなことがあった、あんなことがあった、本当に詳しく教えてくれるんですね。ペーテルが物心ついてから、お父さんが亡くなる21歳までのお手紙と、その頃に一緒に過ごした記憶に基づいて書かれています。ペーテルは今89歳と今年なんですけれども、この本はペーテルが子供の時にお父さんからもらった手紙や、お父さんと過ごした思い出をもとに、初々しい視点で書かれています。ペーテルが自費出版している楽譜、本、CD、LP を販売してきました。編集のお手伝いということで、楽譜の日本語の表記の部分や日本語の解説のところを翻訳して、原稿を提供するなどをやってきました。まだバルトークの楽譜の中で手に入りづらい曲がありまして、特に手に入りづらいのは声楽とオーケストラ伴奏、それから合唱とオーケストラ伴奏という曲目。それらを自費出版していきたいなというふうに思っています。ただやれることは限られていまして、その経済的な支援というまでにはなかなか至りませんので、日本でバルトークが受け入れられていることを折に触れて報告して、そして喜んでいただくというふうな精神的な支えができればなというふうに思ってやってまいりました。この本が出たことによってバルトークへの関心が高まってくれればと期待しているところです。